楽しいお買い物。ランドルフだ。パッケージ2を発送した。ランナーが戻ってくる途中で戦闘に巻き込まれた。予断を許さないが、医者が言うには大丈夫だということだ。もう供給品がなくなってきてる。ビッグ D が戻らせてくれる可能性はあるか？それが無理なら敵をもう少し片付けてほしい。ミスター・ティムズ、通信終了。さあ行こう。何か見かけたら念のため、あえて
りました。デズデモーナ、他の人造人間を安全地帯に運んだとランドルフから連絡が。つまり二度助けたことになる。力になれて嬉しい。ランドルフはほぼ 100% 安全だとパムが判断したわ。私たちの仲間はインフィルトレーターではなかったが、ステーションがすぐ危険にさらされると。引き続きミスター・ティムズをお願い。パムが君に会いたいらしい。彼女は理由を説明したけど、俺には分からなかった。任務については情報交換の前に教えてもらった。彼らは殺され、アナチャとクローリーは同じ仕事に任命された。知識の区画化には代償が必要なので。エージェント、新しい DIA の貯蔵庫が確認されました。支援を要請します。貯蔵庫を確保する。貯蔵庫の位置情報があなたのピップボーイに送られました。会話を終了します。ビーコンの記録が最高だ。彼から多くを学べるだろう。
的なんだろうな。お前は死んだ。出てこい、腰抜けが。頭に食らわせた。内臓を取り出して首に巻いてやる。動くな。この時は逃げ。あんたはこっぴどくやられた。わかるか？逃げたのか。根性なしの逃げ目。結局は出てくることになるんだ。ただのミュータントが哀れだな。何か聞こえ
率の限度に近づいたときにヘトラを解いています。 DIA の貯蔵庫にランナーを送ってくれ。報酬を分配、新しい任務がアサインされる可能性あり。ランドルフの隠れ家に君のための受け渡し場所ができた。新しいデータセットを使って再度構成中。